今回ですね、これを聞いている方はビジネスパーソンの方が多いと思うんですけども、今回話す内容は今までのインプットの時間を半分にしながら圧倒的な結果を出す方法についてお伝えしていきたいなと思います。これを聞いている方で普段ね、いろいろビジネスの勉強だったりもされている方多いと思うんですけども、結構最近だと動画なんかでもすごいね、無料で価値のある情報って受け取れると思うんですね。例えば最近だと私もね、こういった日本経営合理化協会っていうところから動画のコンテンツなんかね、購入したりとかもしたんですけども、結構ね、そういった動画のコンテンツって下手すると2時間とか3時間とかね、また YouTube の動画のコンテンツなんかでも2、30分とか平気であるんですよね。こういった動画2つ3つ見てるだけで本当にあっという間に1時間ぐらい時間が経ってしまうということで、じゃあ一体ね、どうやって圧倒的な結果を出すためにこのインプットの時間を半分にするかっていうと、まあ、本当に簡単ですね。動画の時間の倍速を2倍速にするっていうことです。例えばね、これを聞いてる方は YouTube なんかね、普段見る方もいるんじゃないかなと思いますので、そちらを解説していきたいなと思うんですけども、こちらの設定のボタンを押すと再生速度っていうのがあるんですね。もしこれを聞いてる方で YouTube 以外の方でも、基本的に動画のコンテンツ見るときって2倍速をね、上げる機能っていうのはあると思います。普通はここ標準になってるんですけども、これをね 1.25 とか 1.5 とか、また 1.75 とか2倍とかね、そういった形で聞く速度を速めることができるんですね。で、結構ね、慣れてない人は2倍速っていうのはかなりね、早すぎて聞き取れないという人もいるかと思います。ですので、まずはね、最初の頃っていうのは 1.25 あたりでね、聞いてって、慣れてったら倍速を上げて聞いていくっていうような形がいいと思うんですけども、このようにすることによって、今までの半分の時間で同じインプット量っていうのを自分の頭に情報をね、入れることができるようになるわけなんですね。結構これって小さな心がけだと思うんですけども、例えばちょっとね、計算してみたいと思うんですけども、今まで1時間の動画を見てたところを半分にすることによって、1日30分の時間が生まれました。それかける365日経つとどのぐらいの時間が生まれるかっていうと、1950分の時間が生まれるんですよね。この時間を作業とかね、そういったところに当てることで、どれぐらい結果がね、大きく変わるでしょうか。ということを考えてみてほしいんですよね。というわけで、今っていうのは無料でもね、たくさん価値ある情報っていうのは流れているんですけども、その時間の使い方っていうのもさらにね、工夫することによって、よりあなたの成果にもね、結びついてくると思いますので、ぜひね、やってみてほしいなと思います。私のブログの記事なんかでも IQ 向上編ということで、様々なビジネスでスキルアップするための勉強の仕方だったりもね、こういった感じで一覧で載せてますので、ぜひね、こちらも合わせて見たい方は、この動画の概要欄にリンク載せておきますので、見ていただければなと思います。というわけで、この動画ではビジネスに関する様々なスキルアップの情報を配信してきますので、ぜひこの機会にチャンネル登録と、この動画の概要欄から LINE の登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。